設置中の足の動きを極めよう。どうも、こんにちは、カースです。今日はですね、足の動きのスキルアップ第3弾としてですね、地面についている最中の、本当わずかな動きになってきますけども、ここの足の動きについて解説をしていきたいと思います。なので、前回紹介したですね、地面につく瞬間の振り下ろし動作、そして後ろから前に持ってくる引き出しの動作ですね、この2つの動画と合わせてみてもらうとですね、より皆さんのね、技術ね、アップすることができるかなと思いますので、まだね、見ていない方はチェックしてみてください。で、やはり最重要になってくるのは、このね、設置中の動作なんですね。というのも、やはり地面を捉えている間だけがですね、自分を進ませることができるというところですよね。空中にいる間にいくらもがいたところで自分を加速させるね、ジェットエンジンはついていないわけなので、地面についている間に加速させることができるか、そのスキルをね、向上させていくのがね、とっても重要になってくるわけですよね。なので今回は特にですね、ストライドがいまいち伸びないよ、地面についている間に前に進んでいかないよ、思うように足が回転しない、ピッチが上がらないよって人もですね、ぜひね、最後までご覧いただいてですね、この地面についている最中の足の動きをしっかりとマスターしてもらって、100メートル、200メートル、400メートル、短距離走の、ね、タイムを上げてもらいたいなと思います。このチャンネルではですね、陸上競技短距離走に関する速く走るためのトレーニングの方法や理論や考え方、このあたりですね、紹介していますので、チャンネル登録お済みでない方はしていただいてですね、この後ね、別の動画もぜひチェックしてみてください。では、早速やっていきましょう。はい。では、この設置中に足がどうやって動いているかなというところですね。そこをですね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。で、皆さん、設置時間ってどれぐらいかわかりますかね。これね、正確に測ること難しいかなと思うんですけども、トップ選手であればですね、足が1回転してくるのに、0.2 秒ぐらい、もうちょっとかかるかなと思うんですけども、その中でですね、地面についているのは、その 40% ぐらいですね。つまり 0.1 秒よりも短いということになりますね。その短い時間での今回技術となってきます。じゃあその短い時間に何をやっているかというところですね。まずは地面にドンとつきます。これフットストライクというところですね。そして着地ポイントに対してですね、重心をグッと移動させていくと、これがですね、ミッドサポートという技術になっています。そして地面を離す、これはテイクオフですね。つまりフットストライク着地からですね、リチテイクオフのところまで、これを 0.1 秒弱の超短い時間でやってあげるということですね。で、これね、なぜ重要かなと言いますと、体、つまり重心を素早く前に進ませたいというのが、短距離走の目的かなと思うんですけども、ということは自分の足、特に地面についている足はですね、後ろの方向にグッと素早く送られる必要がありますよね。これが地面に設置している最中の動作になってきます。つまりこの動作が速くなることで、今やったように重心は前に速く移動することができるというわけですね。以前ね、こちらの動画で後方スイングスピードと紹介していますけど、まさしくこの地面についている足が後ろに送られる後方スイングをしていくと、この動作をね、引き上げていくということがね、短距離走を速くしていく最重要ポイントになってくるわけです。で、足の動きとしては、この間紹介したですね、後ろから前に持ってくるですね、フォワードスイングという動き、そしてそこから着地していくですね、フットディセンドという動きですね。これに比べて超シンプルです。ほぼ特に膝や足首の関節は動かずですね、股関節は若干伸展するだけなんですね。ただしすごい強力なパワー、そしてスキル、このあたりが求められてくるね、超難しいところになってきますので、今日のね、紹介するドリルなどもね、参考にしてもらうといいかなと思います。なので第1弾第2弾とね、紹介してきた足の動きの中で、このね、技術を使っていく時間としてはですね、めちゃめちゃ短いんですけども、必要な技術やパワー、このあたりはですね、格段に重要であり、習得にですね、しっかりと時間をかけてもらいたいポイントになってきますよね。それではこのですね、設置中に後方スイングですね、自分の足が後ろにスイングされていく動作、ここを速くしていくためにどうすればいいか、3つのポイントに分けてみましたので紹介していきたいと思います。で、後ほどね、そのポイントをですね、向上させていくドリルもですね、合わせてですね、解説をしていきますね。まずポイント1つ目はですね、足のスティフネスを上げていくということですね。スティフネスというのがですね、以前こちらの動画で紹介しているんですけども、足全体をですね、バネと見立てた時に、そのバネの硬さを硬くしていきましょうねという考え方になってきます。スティフネスが高いということは硬いバネを持っているということであり、スティフネスが低いということはですね、柔らかいバネを持っているということですね。短距離選手はスティフネスを高めていく、つまり足全体を硬いバネにグッとしていくということがね、重要になってくるというわけです。で、ね、トップスプリンターの動き見てもらうと分かるんですけども、地面についた瞬間からですね、重心がその上で移動してくるんですけども、この間にほとんど膝と足首の関節の角度は変わらずにスイングされてきます。もちろんね、ここがぐにゃんと曲がってしまうと、先ほど言った通りですね、柔らかいバネ、つまりスティフネスが低くなってしまうので、効率よくね、地面からの力を伝えられない
ないわけですよね。なのでステフィネスを向上させるのにあたってですね、まあ、着地から重心の移動ですね、先ほど言ったミッドサポートのところまでですね、まあ、足首や膝の関節角度が変わらないよということはですね、強力な筋力、あとは腱の強さなども求められてくるわけですよね。あとはですね、やはり地面につくポイントですね、どこの位置についたかっていうのもめちゃめちゃ重要になってくるわけですよね。足を硬いバネにしていくということは、例えば遠い位置についてしまってですね、このバネは一度潰れてビヨンと跳ね返ってくるわけですよね。これは硬いバネとは言いづらいので、やはり重要になってくるのは自分の重心の近くに着地をしていきましょうねと、僕のね他の動画でもね彼散々ね言ってきた内容になってきますけど、やはりこれ重要になってくるわけですよね。でもちろんフィジカル的に上げていくのもそうなんですけども、こういったねスキル面でもスティフネスとね向上させることができますので、ここはね合わせてやっていきましょう。それからポイント2つ目はですね、乗り込み動作までを素早く行っていきましょうということですね。これどういうことかというとですね、まあ、前に引き上がった足は、まあ、フットディセンド振り下ろされてきてですね、フットストライクで着地をしていくわけなんですけども、まあ、この着地ポイントというのは先ほど言った通り自分のね重心の近くですねがいいと思います。でよくね真下設置と言われるんですけども、真下設置をしてしまうとですね、高速で進んでいる中、つまり下がね素早く後ろに動いていると同じことになってきますので、足を大きくポンと後ろの方向に送られてしまいますので、まあ、物理的にこれは難しいです。なので体のですね近くちょっと前につくわけですね。でここに対して重心をグッと乗せていくと、この動作つまり乗り込み動作をですね素早く行っていく必要があるわけです。なんでね先ほどねスティフネスのとこでもお話をしましたけども、まあ体の近くにまずついていきましょうねということ、それからですねしっかりと片足で体を支えているという感覚、以前ねこちらの動画でお話しした地面をグリップするという感覚、これね非常に難しいんですけども、こういったものをね求めていく必要があると言いますね。でやはり走っていくということはですね、片足の連続ジャンプなわけですよね。つまり片足で自分のね体重プラス衝撃ですね、自分の体重の3倍ぐらいかかると言われていますけども、その衝撃を支えていく必要がありますので、片足支持の能力もですね上げていく必要があるわけですね。まあそのためにはですね、この乗り込み動作というのをですねできるだけ早く正確に行っていく必要があるというわけです。それから3つ目のポイントですね、地面を真下に向かって押してあげるということですね。皆さんどんな意識で地面に対してですね力を加えていますかね。よくね後ろの方向に向かってキックするっていうのがね、まあ陸上始めて間もないとか、まだね力のレベルがね高くない方はですね、そういったイメージされている方も多いかなと思うんですけども、ここで大事になってくるのはですね、こちらの動画で紹介したような地面反力というものですね。まあ地面に対して大きな力をかけます。でこの力というのは上方向、延直方向と前方向ですね、水平方向、どちらの力もね実は重要なんですね。でここで求めていきたいのは上方向ですね、延直方向への力です。じゃあ水平方向ってどうやって補えばいいのというと、これね第2弾でお話ししたフォワードスイングですね、後ろから前に持ってくる足のリードの方向とかですねスピード、このあたりで前に進ませてあげるということは、着地した足の役割としてはですね、上方向にポンと弾ませるということですね。そのためにですね、まあ意識として自分の真下に向かってグッと押していくというところもですね、とても重要になってくるというわけですね。なので軸足とそれから空中に浮いている方のリード足ですね、それぞれの役割を分担させることでですね、素早く前に進ませると、トップスピードを引き上げていくということですね。でもちろんね真下に向かってグッと押していくわけなんですけども、なんか押すというとね、よいしょーとね長い時間かけてやるようなイメージあるかなと思いますけども、冒頭にも言った通り超短時間でこれを行う必要があるというわけですね。なので実際にはまあ地面についてからグッと押すというのではなくてですね、地面につく直前からですねこの押す意識というのは、ね、していく必要があるということですね。はい、それではですね今言った3つのポイント、ここをですね皆さんスキルアップしてもらいたいので、それぞれですねアプローチしていく方法、ドリルをですね紹介していきたいと思います。まずね1つ目にお話をしました足のスティフネス、バネをね硬くしていこうというところですね、ここにアプローチしていく方法を3つ紹介していきたいと思います。まず1つはですねドロップジャンプと反発ですね、これをやってみましょう。まあ専門のねボックスがある方はこれをね何個か並べてみてください。もしない方はですね階段でやってもらってもいいですし、まあ手頃なね段差見つけてやってもらってもいいんですけども、段差の上に登ります。でここからですねドロップジャンプなんで落ちるわけなんですけども、押して地面につくのを短くしてですね、素早くねリバウンドしてきてもらいたいんですね。でボックスを何個か並べてもらう場合にはですね、素早くリバウンドして次のボックスに飛び乗っていくというわけですね。でここのですね弾むような動作を出していくために重要になってくるのは、やはりですねまあ重心のしっかりと真下についていきましょうねということ、それからですねできるだけ膝や足首のね関節をですね
ぐにゃんと曲げないようにしてもらいたいですね。ということは股関節でしっかりとぐんと衝撃を受け止めてですね、体をまるでスーパーボールのように弾ませていく、そんなですね感覚も必要になってくるというわけですね。で今ね僕の見本ではですね両足着地でやっていますけども、まあ最終的にね片足でもですね同じぐらいの設置時間でですね素早くリバウンドできるといいかなと思います。ちょっと僕ね足が痛くてね見本は見せれませんけども、皆さんの中でねレベルが上がってきたらですね片足着地のドロップジャンプからリバウンドですね、この動作もやってみてください。やはりね最終的にですね走るという動作は先ほども言った通り片足の連続ジャンプになってきますので、片足ですね自分の体重を支えるということ、そして素早くリバウンドさせるということですね、ここも重要になってきますので、片足の動作に、ね、最終的に落とし込めるようにやってみてください。はい、それからドリル2つ目はですねストレートレッグですね、これをやってみましょう。ストレートレッグはその名の通りですね、膝を使わない伸ばした形、足をまっすぐにした形でですね股関節を曲げ伸ばしをしてですね前に進んでいくようなスプリントドリルになってきます。皆さんもねやったことあるんじゃないでしょうか。やはりスティフネスを向上させるということはですね、まあ地面についた瞬間からその上を重心が移動するところまでですね膝や足首の関節角度が変わらないよというところが重要になってきますよね。なのでストレートレッグはですね、まあそもそも膝がですね伸びた状態で着地をしていくわけなので、あまりですねまあこの関節角度の変化を考慮しなくてもいいというわけですね。なので足はねまっすぐ伸びた状態なんですけども、まあ自分の重心の真下ぐらいに突っ込んできてですね、まあ着地をしていくということですね。そこでですね足をピンとね一本の軸作ってもらって、うまくね反発をもらってあげると、そして強く振り下ろされた足というのはですね、まあ、その慣性も利用してですね、まあ、後ろの方向に送られてきますよね。ということは自分の重心は前に運ばれたということになってきますので、足を上げる下ろす両方強調していくのではなくてですね、下ろす方に強調をかけてですねやってもらいたいなと思います。いろんな、ね、動作やるときにですね力みとかですねリラックスした動きができないと、そういったね課題もお持ちの方はですね、特にこの強調するとこと抜くとこですね、緊張と弛緩、このバランスをうまく取ってあげることですね、キレのある動きというのが出てきますね。このストレートレッグに関してもですね、曲げる方はリラックスしている、落とす方に強調をかけてあげると、キレのあるかつです素早い重心移動を生むストレートレッグをね実現できるかと思いますので、繰り返しやってみてください。はい、もう一つドリルはですねバウンディングですね。やはりスプリンター 100m 選手は特にそうなんですけども、このバウンディングは切っても切れないですね動作になってきます。僕もですねスピードバウンディングが得意だったんですけども、この一歩でね遠くに行く形のバウンディングってね、まあ、ずっと高校生時代から苦手で避けてきた傾向があるんですけども、やはりね 100m 本格的にやるにあたってですね、バウンディングをですねしっかり習ってですね立ち子段跳びの記録を上げてみたりとか、 100m のねバウンディングを短い歩数でね行ってみたりなどできるとですね、やはりそれとね相関してですね自分のタイムってね向上してきていますので、バウンディングね苦手だよという方もですねしっかりと取り組んでいきましょう。で一歩でねできるだけ、ね、遠くに行ってほしいんですけども、足をね遠くについてしまってはですね、まあ、ここに対する乗り込み動作って遅れてしまうので、うまくね地面から反発ってもらえないですよね。なのでやはり着地ポイントは自分の重心の真下近くについてあげるということですね。それから地面につくと同時に左右の手足がギュンと入れ替わると、このスイングのタイミングをしっかり合わせる、そしてスイングのスピードを出していくっていうのもねバウンディングを飛べるコツかなと思います。あとはね上半身も姿勢をまっすぐキープしてあげるとかね、そのブレをなくしてあげるのもねとっても重要になってきますよね。バウンディングねやはり非常に難しい動作になってきますので、習得まで、ね、時間かかるかなと思うんですけども、まあ正しい動きっていうのをね意識しながらやってみてしっかり習得をしていきましょう。はい、次2つ目のですね紹介した乗り込みまでの時間を早くしていきましょうねと、このスキルを向上させていくドリルをですね3つ紹介していきたいと思います。はい、まず1つはですねハードルジャンプをやってみましょう。ハードルをですね皆さん等間隔で5台から10台並べてもらって、そこをですねタックジャンプ、膝をですね胸のあたりまで抱え込むジャンプですね、これでクリアしていく方法になってきます。で連続でタックジャンプでねハードルをクリアしていくためにですね、まず自分の重心の真下近くに設置していく、つまり乗り込んでいくという動作が必須になってきます。なので、ね、走りの中でですね、まあ、片足着地をね連続でやっていく中で乗り込み動作ね習得していくのってね最初ハードル高いので、まずはですねこのハードルジャンプ、なんかハードルばかりでややこしくなりましたけども、ジャンプ動作ですねそのスキルを獲得してもらいたいなと思います。でポイントいくつかありまして、まずね上半身ぶれないようにしていきましょう。軸をねキープしたままですねジャンプしている最中も地面にいる時も同じ姿勢、まっすぐの姿勢をキープしていくということですね。それからももはですね地面と平行ぐらいまでね引き上げてもらいたいですね。まあそれに伴ってですねすねが素早く前方向に向くように意識をしてみましょうと。で地面につく瞬間に後ろからですね前に腕を振り上げることで体を持ち上げるアシストをしてあげると、そうすることでですねうまくね体を弾ませることができるかなと思いますので、今のね言った3ポイントここを意識してやってみてください。でうまくできてきたらですねもちろんねハードルの高さを上げてみるというのもいいですし、ハードルとハードルの間を遠くしてみる、
そして重心移動の感覚をですね、獲得してみるというのでね、効果的になってきますので、皆さんのレベルに合わせてですね、ハードルジャンプはですね、ハードルの高さやインターバルを変えてやってみてください。はい、次のドリルはスキップですね。スキップ、まあ皆さんできますよね。非常にシンプルな動きになってくるんですけども、スプリントドリルとしてはめちゃめちゃ優秀なんですね。で、その特徴として、まあ体の後ろにですね、足が行きづらいよ、つまり足は流れにくいよという特徴もあるんですけども、前に出た足、そこにですね、自分の重心をぐっと乗せていく感覚がつかみやすいんですね。まあ、なぜかというと、走るのと違ってね、地面を2回叩くことができますので、まあ、着地までのゆとりの時間が取れるんですね。なので、意識としては、前に引き出た足のところに自分の腰がぐっと乗るような感覚でですね、うまくやってみてください。なので、スキップもですね、段階的にですね、着地のポイントをだんだん遠くにしていく。で、そこに対して自分が乗り込んでいくと。だんだんとですね、難しくしてもらうといいかなと思います。僕もね、よくやるのは、まずね、リラックスした形でスキップをしてもらうと。じゃあ、今ついていた位置よりも、皆さんの足で一歩前についてみようと。そこに対してもしっかりと腰を進めていこうねと。で、それができたら、さらに一歩前についていきましょうねと。それができたら、後ろから前に持ってくる足のスピードを上げてみましょうねと。そうすることで、スキップのね、スピード、とか乗り込み動作などもね引き上げることができるかなと思いますので、皆さんもね段階的にやってみてください。でうまくできたらスキップからですね、そのままいい感覚をですね踏襲して走りにねつなげてもらうといいかなと思います。スキップからのランニング動作というのは、まあ自然な形でね設置に向かうことができるような技術もね高めることができますし、力みがちょっと気になる方はですね、まあリラックスした動作を獲得するにもですね、スキップからのスプリント動作はねとても有効なのでやってみてください。はい、もう一つドリルはですね、スレッドソーをやってみましょう。でスレッドソーね、僕ねよく加速局面、スタートのですね、練習として紹介させてもらうんですけども、今日はですね、スレッドめちゃめちゃ軽めにしてですね、少しの負荷をかけた状態で引っ張ってみたいと思います。なので、スレッド、重りはですね、皆さんの体重のですね、5% 以下、60キロの方なら3キロ以下ですね、超軽い重さで引っ張ってもらいたいなと思います。で、この乗り込みの感覚、つまり地面をですね、一瞬でぐっと捕まえるような感覚を出していくにあたってですね、まあ、重りを引いてあげることでですね、よりですね、中間疾走、体が起き上がった中でもですね、地面をぐっと捕まえていく感覚を無理やり出してあげようという狙いがあります。重りを引っ張っていく中でですね、スピードを上げていくためにはですね、自然に着地ポイントを探していく必要があるんですね。なので、スレッドを引っ張った形で、友達と競争してみるとか、タイムを測ってみるなどね、過負荷をかけてあげることで、着地のポイントを正確に見極めていく。つまり、乗り込むまでの速さやタイミングは引き上がるということですね。なので、普段紹介しているスレッドソーのように、20メートルぐらいのね、短い距離ではなくてですね、50メートルぐらい、もしくは100メートルぐらい引っ張ってもらってもいいかなと思いますので、繰り返しやってみましょう。じゃあ最後にですね、地面を真下に向かってグッと押していくと、ここの技術をね、上げていくドリルをですね、3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、スイングダウンステップですね。これは高く振り上げた足をですね、まあリズミカルに真下に向かってグッと落としていくというね、ドリルになってきます。まあ真下に向かって押していきたいので、まあ準備段階で高い位置に持ってきましょうねというね、ことをしてあげるわけですね。なので、高い位置に上がった足を素早く自分の真下に向かってグッと押してあげると。で、前に進みながらこれをやっているので、まあスイング足ですね、後ろから前に持ってくる足の影響で、まあその場合とどまることはないですよね。前に進みながらも自分を弾ませることができる。つまり、高いところから真下に向かって地面を押すと。そんな感覚を獲得できるというわけですね。まあちょっと動作のね、リズムね、わざと難しくして ありますけども、ちょっと見本見てもよくわからないという方はですね、スイングスキップ。スキップをしながら高いところからね、足を振り下ろしていく。そんなスキップのね、方法でもいいかなと思います。もちろんね、真下に押すというところもそうですけども、その後の後方スイングですね、設置中に後ろの方向に足が送られるスピード。ここを引き上げるのにもですね、このスイングダウンステップはね、有効的かなと思いますので、繰り返しやってみてください。それからもう一つドリルを紹介していくと A スキップですね。これもですね、王道スプリントトレーニングですよね。 1,2 のリズムを刻みながらですね、ニーアップ、もも上げ動作を繰り返していくというものになってきます。まあ、これですね、まあ、姿勢をまずね軸まっすぐ作っていくってのはとてもね重要なんですけども、地面をしっかりとグッグッと押してあげると、その繰り返しをしていくのがねとてもね大切になってきます。なので軸足のお尻をしっかりと意識してもらって、地面に対してグッと力をかけていくということですね。力をかけれるとですね、自分の反対側の足はグッと引き上がりますよね。なのでよくね腰が落ちてしまうという方もですね、この A スキップでしっかりと地面にね力を加える感覚を養ってもらうことでですね、骨盤がこう落ちないような形、これをですね獲得できるかなと思いますので、繰り返し
し、スキップはやってみてください。はい、もう一つドリルを紹介していくと、レジステッドニーアップですね。これはまあチューブとかですね、使ってもらって、まあ自分の重心あたりにチューブを取り付けますと。で、後ろから抵抗をかけてもらっている状態で、もも上げ動作をやっていくという方法になってきますね。で、先ほどのスレッドソーと同じようにですね、自分の真下を捉えてですね、そこをしっかりとグッと押していくにあたってですね、こういった抵抗をかけてあげるのはとても有効なんですね。抵抗がかかっているということは、まあ単純に前に進みづらいということなので、まあ余分にですね、地面に向かってグッと力をかけていく必要がありますよね。で、さらに後ろから引っ張られていることで、前方向への自然の出力というのは獲得できるので、集中してもらいたいのは真下に押していくというところですね。そこだけやってもらうとですね、まあ自然に走りの中で、まあ鉛直方向と水平方向への力を生み出すことができるようになってくるかなと思いますので、このね、抵抗をかけた形のもも上げ動作っていうのをね、やってみてください。で、うまくできてきたらですね、ここからダッシュにつなげてあげるとかですね、まあ素早い形でもも上げやってみるなどでしてですね、よりスプリントに近づけていくとですね、効果的かと思います。まあ走る前のですね、事前刺激でもいいですし、僕はスタートダッシュの前にね、よくやったりもしますけども、スレッドソーと同じように、このね、抵抗を外してあげて走ってあげることですね、良い感覚って出てきますよね。なので走る前の一つね、刺激としてやってみてもいいんじゃないでしょうか。はい。というわけで今回はですね、まあ地面についている最中の足の動きですね、ここにフォーカスを当ててですね、そのスキルアップの方法を紹介させてもらいました。で、第1弾、第2弾、で、今回第3弾ということで、足の動き、この1回転だけにですね、注目してそのね、技術を上げる方法を紹介させてもらったんですけども、やはり冒頭にも言った通り、自分を進ませることができるのはこのね、設置局面だけになっておりますので、まあここにね、しっかりと時間をかけてですね、技術を上げてもらいたいなと思います。ただし、走るは循環運動になってきますよね。地面に向かって振り下ろす、そして設置中の足の動きで、後ろに送られた足を前に持ってくる、これをですね、ひたすら繰り返していくのが走るということになってきますので、ということは地面についている最中の足の動きの出来を左右してくるのは、その前のフットディセンド、振り下ろしの動作であり、その前の足を後ろから前に持ってくる動作である、つまり全部つながっているわけですよね。で、皆さんの走りの中の課題っていうのをね、しっかりとレースの動画とか普段の練習の動画ね、撮ってもらってると思うんですけども、その中でね、見えてくるところってありますよね。例えば後ろの方向から前にね、持ってくるところですね、ここにですね、安定感がなかったり素早くできないとしたら、その前の段階を見てあげるっていうのね、とても重要になってきましたね。なので原因がどこにあるかというのをですね、今回ね、足の動きを3つに分けてみましたけども、しっかりとね、皆さん見極めてもらってですね、そこを集中的にトレーニングしていくことでですね、スピードをね、向上させてもらいたいなと思います。なのでね、この3つの動画ね、セットで見てもらうとね、より知識がね、深まるかなと思いますので、繰り返し見てみてください。じゃあまた皆さんのね、リクエスト、それからですね、質問などありましたらですね、受け付けておりますので、コメント欄にじゃんじゃん書き込んでください。ではまた。